はい、どうもペンギンです。キングダムハーツ2実況プレイ続きやっていきます。裏ハデスカップを出したので、裏ハデスカップやっていきたいと思います。サモンゲージ、サモンレベルを 上げると、サモンレベルをマックスにすると出現するみたいですね。サモンゲージをマックスにして、裏カップ、裏なんとかカップ、裏なんとかカップっていうのを全部クリアするとあれが出るらしいです。でサモンゲージ、サモンレベルか、サモンレベルを7マックスにするためには、スティッチ、ジーニー、ピーターパン、チキンリトルの3、4人かな、4匹かなの、お助け召喚を全部手に入れないとマックスまで上がらないみたいです。ではやっていきましょう。とりあえずアルティマニアを呼んで、はい、これ10試合ごとにルールが変わっていくらしいので、アルティマニアをね、ざっくり呼んだ感じなので、まあなんとなくかなっていう感じで、なんとなくこれ、まあ初見なので、なんとなく進んでいけたらなぁと思ってます。よし、終わり。強くないけど、なんか耐久が妙にあるな。攻撃力足りんのかな。いて、そうか、ドナルドは回復してくれるんか。じゃあ結構楽かな。本当は MP とかガンガン使ってった方がいいのかもしれないですけど、まあ初見なので、本当に初見なので、何が正しいかは正直わからないので、まあとにかくやっていこうかなといった感じです。いやー、ファイナルフォームまでまたもったいねー。オートファイナルつけてるんですよ。ファイナルフォームになるアビリティつけてて、このファイナルか、ボス倒したらいいらしいですね。ああ、もう周りいらんのやって。こいつでも見たことあるようなないような。そうか、めっちゃ体力あるし。ファイガン、まあせっかくファイナルモードになったんで、がっつり使っていきますけど、ドライブゲージ一気になくなんねんな。とりあえずマックスになるまで頑張って止めるか。こいつあれやっけ、アグラバーにおった赤と青のやつか。アグラバーのエピソード1のボスが確かこいつじゃなかったかな。なんかグレイブモードかなんかで一気に畳みかけて倒した記憶しかないんですけど、熱い熱い。痛い、まあ、ここは普通の対戦というか、ただ敵を倒せばクリアなので、まあ時間かけてゆっくりやっていったらいいんかな。
とは思いますけど。やっと終わった。ちなみにこれ50戦あるらしいので、50戦あるらしいので、今何戦目やろうか。6戦目ぐらいかな。あ、一桁台でめっちゃやばい、死にそう。どこ行った？暗いけんさ、わからんのよね。ロックオンできんし。よっしゃ。ケアルガじゃないな、使いたかったの。サンダガやな、使いたかったもう。しゃあない。でも MP ヘイスとかつけてるので若干早いかなとは思いますけどね。こいつらなんか爆発せんかったっけ。あと1匹2匹3匹ぐらい。なんかこう火力が足りんね。8戦目か。あ、ドライブゲージもマックスになった。よかったよかった。勢い余ってファイナルフォームになりましたけど。でもひょっとしたら ブレイブモードが正解なのかもしれない。ブレイブフォームか。ブレイブフォームが最なんかベストなのかもしれない。そのドライブを回復技として使おうと思えば使えるんですよね。ああ、もうまたファイナルになったし。でも、あ、そうか、アンチ空になることを考慮するとファイナルフォームがいいのかな。死にそうやし。全然攻撃当たら入らねえ。戦闘高いよりの方がまだ攻撃が入るような気がする。よっしゃ。ラウンド9。ノーバディか。コンボが続くといて。ちなみにこれドライブ入ったらグーフィーとドナルド回復するんでしょうか。いって、ランスか。タイミングよくリフレクとか使えたら弾けそうですけど。侍かな。よし、終わった。で次が10番目かな。ユフィとティファー。ティファーじゃないよ、ティファか。死にそう。あ、そう、グライドになるんか。いてー。くそ。ティファはなんか弾けばいいって。死にそう。回復。なんかリミットっていうかこれか。なんか
ドライブを使って回復するのがすごい卑怯な気がして仕方がないんですけど。このファイナルフォームってこう若干間合いが広いんですよね。でこう離れながら攻撃できるっていう、めちゃくちゃ便利なんですよねこれ。痛い。何やろう、フグ大天とかかな、罰残骸星とかかな。超級武神派遣、超級武神派遣はゼルか。キーパーは何やったっけな。やばい、死にそう。あ、でもティファ倒した。よし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 。ユフィはね、そんなに強くないはずなので。でもやっぱりあれやね、前作とは全然、やっぱり行動パターンが違いますね。煙、煙幕たかれるたびに、なんかロックが解除されるので。よし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 。タイタンカップ。あ、これあれか。召喚ジーニー。まあ要するにポイント制ってやつですね。ポイント制、500ポイントなくなったらゲームオーバーみたいな。なのでジーニーでこれで無敵時間を作ってあげて、で毎回毎回、くそ、毎回毎回このドライブは、ドライブゲージですかね、サモンゲージか。ドライブゲージは、毎対戦ごとに回復をしてくれるので、ガンガン使ってっていいんですよね。ブレイブあんまりね、使いづらいんですよね。あーと一匹。ちょ、あーなんかもう勢い余って、違うの選んじゃったよ。一気に100減ったし、あ、回復してくれるんやジーニー。知らんかった、ジーニー回復してくれるんや。当たらねえ、攻撃当たらんもん、ソニック。このソニック、あ、くそ。召喚ジーニー、もう一回。ラグナロク、来た。これ、選べないんですかね。ラグナロクが一番来てほしいんですよね。一番強いから、使いやすいから。ソニックか。すごい、めっちゃ体力あるな。これしんどいな。フリーザーガン、一回ジンに返して、
いてハイポーションないし、普通にこいつした方がええような気がしてきたけど、こいつはこれでもポイント回復しないっすからね。あとゲージ3本か、いって。よし、フリーザーガン、うん、ちょっと一回 G に挟んで、ラグナロク、ラグナロク一番強いですね、やっぱり。マスナカリ使える回数が限られてるんですけど、やばい、フリーザーガンでいけんかったけど、いけるか。よっしゃ、いったけど96ポイントしかないやん。よし、アルカナム、アルカナムもまあまあ使いやすいかね。オッケー、これでもなー、多分20戦目のボスで詰まるような気がします。ラスト1回ぐらいかな、召喚もう1回ジーンをして、OK、いい感じいい感じ。ここはノーダメージだね。やっぱボスでどれだけ食らわんかっていうのがでかい気がしますね。やばい、ヒットポイントで倒されるってことはまあなさそうっちゃなさそうですけど、やっぱポイントで倒されそうな気がしますね。めちゃくちゃ時間かかるし、召喚使えるね、ラスト1回か。何アルカナムか、うわークソ、一発食らってもうた。
はい、つやね、最後、よし。で、次が19かな。よし、ピートか。めっちゃ体力あるやん。追尾してくるので行った。あれ、跳ね返したらええんか、ピートって。ピートってそもそも戦ったことあったっけ。ピートタイムレスリバーか。爆弾を転がす、飛び越えるか、リフレクガードで弾き返そうと。やっぱり疑問はあそこですね。アイテムね。なんか正直体力がどうのこうのっていうレベルの話じゃないんですよね。どちらかというとポイントのあの戦いがすごい苦手なんですよね。オートファイナルでもな、アンチソラになったらほんまに最悪ですからね。アンチソラになるよりかはファイナルフォームになった方が安全かな。とりあえずコンボプラスでもつけとこうかな。でもなんかフィニッシュプラスとかあるしな、フィニッシュプラスつけとこうかな。もう一回行きましょう。あ、すげえ。11戦目からできるやん、これ。あ、結構楽。前作あれですよね、あれ。全部初めからでしたっけ？あれ、そうじゃなかったっけ？あ、これめっちゃ楽じゃないですか。あ、これいけそう。また初めからあのユフィとティファを倒しに行かんといかんのかなとかって思ってたんですけど、全然そんなことなさそうですね。前作もタイムアタック、そうか、タイムアタックがあって、タイムアタックは全部やらんといかんのですよね、確か。できるだけノーダメ。よしよし、ラグナロク出た。ラグナロク出た、ほんと楽。まあ2回しか使えないんですけど。いかにこの最初で攻撃を食らわないかっていうのが多分肝ですね。よし、危ねー。
敵の真上に着地したらダメやろ。敵の真ん前に着地しちゃダメでしょう。すげえ、ファイナルじゃないわ、コンボフィニッシュ、最後出るだけですごい楽。フィニッシュ技が連発できるのすごい楽やな。いや、いってえ、クソ。浮かんのですよね。くそ、食らってもうたか。ちょっと欲張ったな。逃げよう。危な、丸連打したらチキンリトルになるよね。歩かなのか。ラグナロクが一番楽なんですよね。こいつ普通はブリザガンで、こいつのだって基本こうやっちゃったらいけるんですかね。なんか普通に殴ってくるイメージないんですけど、こいつやばいやばい、それやばい、それやばい、それやばいやつ。あの氷のつぶてが飛んできた時はジーニー出し、行ってジーニー出したいんですよね。ただでもその時にGに出したんじゃ遅いのかな。基本ブリザワンしよったら、これ多分できよったら、あ、なんとなく分かってきたぞこいつ。やばいやばい、くそ、やめれんかった。あの弾く攻撃の時に多分攻撃をやめて避けたらいいんですよね。よし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 、モーション的には結構分かりやすいので、まあ、避けれんことはないし、弾き返す、そろそろ来るかな。ほら来た。そろそろやめて、あ、この時に召喚 G で間に合わなかった。間に合わなかったよ。いや、どうもジーニーで安全に倒しましょう。オッケー、まあ200残しか。さっきやった時は90とかやったんで、まあマシかな。ソニックか。ニックレイブはね、使いにくいんですよ。単体には使えるけどね、集団には使えないんですよね。もうちょっと使えるかな。
よし、これで決めきれたら。よっしゃー、200残し。ストライクか。まあ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 。これも結構回数は使えるので、オッケーオッケー、いい感じか。もう一回ぐらい使えそうですね。ちょっと通常コンボも混ぜつつ多分やった方が。よし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 、連携が出る前にちょっとラグがあるんですよね。そのラグを、よし、アルカナム、いい感じいい感じ。アルカナムでも浮かないんですよね、敵が。敵が浮いてくれんとね。よし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 、でも空中で出せるっていうのはやっぱ強みですよね。止めきれんか。危ない。Gに出して、 OK、 ラグナロク、これ終わったね。OK、 もう一射やるんか。ストライク、これ結構使い勝手がいいので、出せる回数が多いので結構ねいいんですよね。出せる回数が多くて、無敵時間も長くて、で敵を浮かせられるっていうのは結構でかいんですよね。なんか敵を浮かせられるっていうのが一番でかくて、この通常コンボに持っていけるんですよね。だいぶ使いこなしてきたんじゃないですかね。初めの頃に比べたらだいぶ使いこなせてきたんじゃないかなとは思いますが。おっしゃー。ビートはあれ、爆弾を弾き返して、ちっちゃえな。あれは拾えるんか。拾ったらダメそうやな、あれ。でもひたすらこれが一番安牌な気がするんですけど、くっそ時間かけて近寄ると。だって、バリア張り上がったし、なんかむっちゃ回復しよるし、あいつ。なんかこう有効だないんかな。バリア張るなっつーの。いかんねえ、多分あのやり方ダメやな。
なんかいい。バーサク？バーサクじゃないやろうしな。なんかいい倒し方ないのかな。一発食らったアウトなんですよね。もうすげえ追いかけよるし。ジャンプジャンプ、ジャンプ、この攻撃を誘発させるべきなんかな。あーくそ、適度に間合いを保ってって言おうとしたのに。なんかもっといい方法ないんかな、ピートの倒し方。ピート、コンボでピートを吹き飛ばしつつ戦えば簡単に倒せるだろう。コンボでピートを弾き飛ばしつつ、これ一回やめるにしないとね。あのこのポーション、ハイポーションを補充できないっていう。そろそろハイポーション尽きてくるんじゃない。28個か。むずいな。